ネイルアーティストは、ネイルアートに優れていると自称する場合の故障、または、所属団体での肩書き。一般的なネイリストとの差別化を意図している場合が、多い。爪をカンバスにして、アートを描く、時には彫刻も。一般的なマニキュアや人工爪の手術など、爪を美しく見せる技能を持つプロフェッショナルを、日本では主にネイリスト、米英などでは主に、 ネイルテクニシャン呼ぶ。付け爪の材料や装飾手法が高度化し、多様な流行情報が増すにつれ、アートに特化した力量の需要が高まってきている。そのような背景から、ネイルアーティストという故障が生まれたと思われる。ネイルアーティストという資格は、日本では公的にも民間にも存在しない。ネイルアーティストを名乗る人の多くは、日本では、ネイリスト、米英などでは、 ネイルテクニシャンである場合が多いが、デザイン系の専門学校や大学などからキャリアを積んで、ネイルアーティストを名乗る人も稀にいる。米英のネイルサロンの求人広告などでは、そのサロンでの役職名として、主任クラスをネイルアートテクニシャン、そうでないものを単にネイルテクニシャンと格付けしていることがある。ありがとうございます。